98世界最強タッグ決定リーグ戦、98年最後を飾る祭典の今日が最終日です。12月5日日本武道館、まず走り込んできたのが橋誠、そして金丸義信であります。赤いショートタイツの金丸義信、青いショートタイツが橋誠であります。さあ、この2人が今日対戦するのは朝子悟、丸藤直道組です。緑のショートタイツ、トップロープを越えてジャンプしていったのが丸藤直道、そしてセカンドロープからリングイン、朝子悟であります。大変長らくお待たせいたしました。本日の第1試合、タクマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー205ポイント、橋誠、180センチ91キロ、橋誠、金丸義信、空中殺球を殺法に定評があります金丸義信、丸藤直道、デビューして3ヶ月、210ポイント、テクニックスピードがあります。そして左腕を上げました、デビュー8年目朝子悟。30分一本勝負で行われますタッグマッチ、こちらが橋誠、金丸義信組、そしてこちらが朝子悟、丸藤直道組です。ライトグリーンのショートタイツが朝子悟、そして画面左側、これが丸藤直道です。4人ががっちりと握手を交わしました。先発で残るのは金丸義信です。金丸義信と丸藤直道、30分一本勝負、ゴングが鳴らされました。先発で行くのは丸藤直道と金丸義信、赤のショートタイツが金丸義信、グリーンのショートタイツが丸藤直道、丸藤が金丸を押し込んでいきます。一度ブレイクします。98年8月28日愛知県でデビューした丸藤、アームホイップから脇固め、リングを叩いた金丸、起き上がっていきます。 左腕はがっちり捉えています。丸藤、逆に左腕を取り返していった金丸、ぐーっと絞っていって自ら回転していく丸藤、立ち上がって左腕を取っていきます。そしてエルボー、金丸がエルボー、エルボーを止めた、そして胸元エルボー、さあセカンドロープ、トップロープ登って、そして腕をひねっていきます。さあドロップキック、金丸が場外に落ちていきました。さあこれは追いません。お、橋が入ってきた、橋にもドロップキック、橋も場外に落ちていきます。さあ飛ぶのか、トップロープ登って書いてリングに戻ってきます。ああ場内から大きな拍手、日本武道館、ハイタッチを交わしました、丸藤と朝子悟、試合の権利は金丸義信です。今戻ってきました金丸、デビュー3年目の金丸義信、173センチ82キロ、ヘッドロック固めてそのまま投げていきます。がっちり固めていきます。リング中央起こしていく、そして今度は足を挟んでレッグシザース。さあ金丸が優位に試合をこの時間は進めるようです。さあここで橋誠にタッチ、この橋も今年デビューしています。フライングメイヤースリーパーホールド、今年の3月25日小田原アリーナ大会でデビューした橋、9ヶ月目を迎えています。全シリーズでこの橋と丸藤はシングルマッチをしています。その時は時間切れ引き分け、5ヶ月先輩の橋にとっては苦しい試合でした。
さあ丸藤の方が逆に足を取っていきます。そして頭を取ってそのまま赤コーナーの方に引きずり込んできて浅子悟と立ち、浅子悟の激しいキック、ストマック、さあヘッドロック、足それをほどいた浅子、ブリッジしている状態は橋、さあそれを起こしていく橋、左腕を取った、チキンウィングにロックした、逆に取られました、エルボーでかわしていきたい橋、距離を取ります浅子、左腕を絞っていく浅子悟、デビュー8年目の余裕か、エルボー青コーナーに押し込んで金丸義信が入ってきた、ストマックにキック、エルボーキック、さあヘッドロック絡めたが体当たりは浅子悟、自らロープに走ってこれはかわしていきます。さあそれではする金丸スクッと立ち上がってドロップキック、さあすぐさまカバーに入った、これはカウント1つ、さあ背中に強打、ヘッドロック、さあここで丸藤とタッチ、金丸を飛ばして丸藤のドロップキック、うん、これはジャストミートはしません、いい形では入りませんでしたがカバーに入った、カウントは1つ、丸藤金丸を起こして、うん、これは左足を取られました、リングに倒されて、そして橋誠とタッチ、丸藤の左足を捉えて、そして足で挟んでいきます、なんとか逃れたい丸藤、さあがっちりと足を固めていきます、そしてニースタンプ、左足取ってシングルのボストンクラブか、さあ反転させました、ロープには近いところです、ロープに逃れることができるか丸藤、試合時間は5分を経過した、金丸がサードロープを引っ張っている、ロープに届かせないようにして、ここでやっとロープブレイク、ストンピング、今攻め続けた丸藤の左足捉えています。さあここで金丸義信とタッチ、ロープに左足を絡めるようにして、そして金丸がニードロップを落としていきます、そしてもう一度ロープに振って、そして今度はヒップドロップ、ストンピング、丸藤の左膝、さあ左足重点的に攻め続ける金丸橋誠組です。さあ足を取った金丸義信、ニースタンプ、高いところから膝が落ちてきます、丸藤苦しい時間帯になりました。そして橋誠ともう一度タッチ、橋誠が入ってきた、さあ両脇に足を挟んで、さあ今度はボストンクラブリング中央がっちり入りました、さあ浅子が入ってきてカットします、胸を一周されました橋誠、両者立ち上がってドロップキック、これは伸びのあるドロップキックでした。そして浅子が橋を鉄削、そしてもう一度浅子を倒せば、おっと低い音が響きました、さあ橋誠耐えることができるか、マットのないところでのパワースラムでした、ボディースラムでした。さあ丸藤カバーに入った、金丸がカットに入ってくる、さあ今度は浅子、浅子が足をロープに振ります、そしてそれだスリー、さあカバーに入った片指固め、カウントが入る、カウントはカウント2つ、押しを強打しました橋誠、さあもう一度ボディースラム、叩きつけるようなボディースラムでした。さあ首を取ってもう一度ボディースラム、勢
ためつけておいてカバーに入った。カウントが、これはカウント2つ。そして丸藤直道とタッチして、橋誠をボディスラム痛めておいて、丸藤がギロチンドロップ。さあカバーに入ったぞ。カウントが入る。これはカウント2つ。丸藤の体重は83キロ、一方橋誠は91キロ。両者ともに今年デビューしています。ボディスラム激しくストンピング、首を取って、そしてもう一度ボディスラム。さあカバーに入った。片指固めリング中央、金丸がカットに入ろうとしたところ、足誠も左肩を上げました。そして浅子悟へとタッチ。両者がリングに残っています。さあロープに行った。そしてクロスラインのチョップ、そして金丸にも突っかけた。さあ浅子足をボディスラム、そして赤コーナーセカンドロープからエルボードロップ。さあカバーに入った。片指固め、カウントはカウント2つ。さあ浅子はもう一度丸藤とタッチ、赤コーナートップロープに登った丸藤。さあエルボードロップ、脇腹にヒットしています。丸藤橋をロープに振った。そしてショルダースルー、これも高いところから落ちている。腰を強打している橋のこと。さあカバーを解くことができました。左肩ストンピング。さあ丸藤は浅子悟とタッチ、早いタッチワークを見せます。胸元にキックを一発、そして今度はチョップ、エルボーで返していきたい橋誠。さあエルボー、そしてチョップの打ち合いだ。自らロープに振って、うん、これはキックを受けてしまった橋。さあ10分を経過した。ロープに振って、これは回転エビ固め、カバーに入ったぞ。カウントは一つ、カウントは一つ。一瞬の隙を突きました橋誠、しかし十分にカバーしきれませんでした、うん、これはキック、そしてドロップキック。足誠の得意技はこのドロップキックとフェイスクラッシャー。さあ金丸とタッチして、金丸浅子を振った。そしてドロップキック。さあ丸藤にも突っかけた。そしてヘッドシザース、丸藤に打って顔面を落としていきます。フェイスクラッシャー。さあ浅子ボディスラム、ニュートラルコーナーセカンドコーナーから、さあカバーに入った。丸藤のカット、浅子を起こしていきます。金丸空中殺法には定評がある。さあトップロープからスッと返った。そしてキックを受けてしまった。さあセカンドロープから浅子スッとかわしてキックを受けた。自らロープに走って、そしてこれはあーロープ。さあそしてバックドロップ、金丸リング中央大の字。さあそして丸藤とタッチ。さあ丸藤金丸の左上取ってドロップキック、これはジャストミートしない。さあカバーに入った。片指固め、カウントはカウントは2つ。さあバックを取っている丸藤。さあバックを取られたぞ。ニュートラルコーナーに押し込んで、あ回転するようにキックを決めていった。ニュートラルコーナー振った。そしてエルボーを打っていきます。体を浴びせるようなエルボー、トップロックからエルボー、ダイビングエルボーを決めていきました。さあカバーに入った。金星を上げることができるか。カウントは2つ。さあカウントは2つ。丸藤このまま攻め続けたい。金丸の胸元にエルボー、ロープに振っていく。ドロップキックは打ちません。あ回転するようにキック胸元に入りました。さあ橋本に入ったモンゴリアンチョップ。さあチョップを入れていく。そしてヘッドボード、激しいぞ激しいぞ。さあニュートラルコーナー振ってスピンキック、
自らロープに振ってフェイスクラッシャー、素早い攻撃だ。カバーに入った、カウントが入るぞ。カウント2つ、カウント2つ、丸藤なんとか左肩を上げた。そしてヘッドバット、体を浴びせるようなヘッドバットだ。さあ、振りかぶってのヘッドバット、起き上がるこぼしのヘッドバット、回転させてヘッドバット3連発。浅子にも行った。そして浅子には金丸のドロップキック。さあ、足はニュートラルコーナートップロープに登っている。トップロープだから、さあ、もうヘッドバットだ、ヘッドバットだ、ダイビングのヘッドバット。さあ、カバーに入ったぞ、カバーに入った。カウント、カウント2つ、浅子のガッツが間に合った。さあ、このまま攻め続けることができるか、橋間こと。試合の権利は橋間こと、橋間こと丸藤だ。さあ、ドロップキックは金丸に行った。さあ、エルボー、距離を取りました橋間こと。さあ、丸藤は浅子とタッチする。セカンドロープから入ってきた浅子、ストマックにキック。そして金丸にもかけたが、あー、これは背中を打たれた。バックドロップは回転して、そしてスタンディングのスリーパー。さあ、金丸はトップロープからエルボー。さあ、自らロープに走って、うん、これはスライディング、エルボー打って、そしてバックを取った。さあ、このままカバーに入った、カバーに入った、カウントが入る。カウントは、カウントは2つ、自らブリッジするような形でカバーに入りましたが、カウントは2つ。さあ、自らロープに振って、あー、ストマックにキック、受けてしまった。顔面にもキックを受けて、さあ、円錐蹴り、浅子悟の円錐蹴り。さあ、そしてラ・マヒストラルだ、カバーに入る。カルバルのカットは間に合った。さあ、マルシーはそのカルバルに行きます。カルバルを場外に落としていく、場外に落としていく。さあ、リング上はそのままスーパードライブ浅子。さあ、このままカバーに入ってしまうのか、カウントが入る。カウントはカウントビッグ2、藤山君と今年5月1日東京ドームで初めて見せた浅子の得意技、スーパードライブ浅子からの片エビ固めでした。橋誠からスリーカウントを奪っています。丸藤浅子が腕を上げます。試合時間は14分54秒でした。それにしても橋誠、試合途中からスピードある技を披露しました。まだデビューして9ヶ月目の橋誠、そしてこちらは浅子悟と丸藤直道、これからの全日本を取って立つ4人であります。非常に面白い試合を見せてくれました。試合時間は14分54秒でした。この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様へお送りしております。武道館にこの低い音が響きました。98世界最強タッグ決定リーグ戦、11月14日後楽園ホールで開幕して3週間全16戦を戦ってきて、その最後の最終戦であります。入場してきたのはヘッドハンターズ A、B であります。180センチ160キロのヘッドハンターズ A、 そして180センチ145キロのヘッドハンターズ B、 カメラに向かってポーズをします。さあ、今 A そして B がセカンドロープからリングイン。そしてこのヘッドハンターズ A、B と戦うのは全日本井上正雄と志賀健太郎であります。志賀健太郎がまず歩いてまいります。リングに向かっていきます。右肩をぐるっと回しました。流流とした筋肉、そして走り込んでセカンドロープから志賀健太郎、今リングイン。そして井上正雄、セカンドロープからリングイン。
高め30分一本勝負からいます。青コーナー670パウンドザンヘッドハンターズ、両者合わせて305キロヘッドハンターズ志賀健太郎、187センチ、93キロ志賀健太郎、井上雅雄、180センチ108キロの井上雅雄、レフリーはマイティ井上です。こちら画面左側が志賀健太郎、そして右側が井上雅雄、両者合わせた体重は201キロ。そしてこちらがヘッドハンターズ A、B、 A の方が若干体重はあります、160キロ、そして B が145キロ、両者合わせて305キロ。さあ先発は A のようであります、 A と志賀健太郎、30分一本勝負で行われますタッグマッチ、井上雅雄、志賀健太郎で迎えヘッドハンターズ A、B。 まず先発はヘッドハンターズ A、志賀健太郎ということになります。体重差はおよそ70キロ、ヘッドロックで固めていく志賀健太郎。さあロープに振られて体当たり、おっと倒れません志賀健太郎、自らロープに振って、うん、ラリアットをかわしていく、そして飛び越えた、さあアートラリアット巻きつくようなラリアット、顎のあたりに入りました。さあヘッドハンターズ、さあちょっとを見せていきます、志賀健太郎喉のあたりを抑えています、逆水平チョップ、ストマックに張り手、首を取って、そして B とタッチ、早いタッチアウトを見せますヘッドハンターズ、エルボー、左腕のエルボー、3連発、そして胸元に張り手、キック連発で入れていく、ストンピング、志賀は耐えることができるか、ボディスラム、そしてロープに振って、パーッとヘッドバット、さあ頭に入った、カウントは、カウントは1つ、1968年8月11日生まれの双子です、ヘッドハンターズ A、B、 今年30歳。さあヘッドロックをして下状態で井上雅雄とタッチ、左腕を絞ってダメージを与えていきます井上雅雄。このヘッドハンターズ A、B は今シリーズ最強タッグ決定リーグ戦公式戦に出場いたしました。全7戦、1勝6敗勝ち点は2しか挙げることができませんでした。その1勝は大森高山組です。昨日は千葉でハンセン・ベーダーズと戦って3分58秒あっという間に敗れてしまいました。その分今日は気合が入って勝利を収めたいことでしょう、ヘッドハンターズ AB。 リング上はヘッドハンターズ A と志賀健太郎です。エルボーを打って、そして志賀をロープに飛ばしていく、ラリアットはこれをかわしていきます、志賀ドロップキック、倒れません、ヘッドハンターズ A、 体重160キロ、そして場外に落としていきます、それを追っていくヘッドハンターズ A。 さあ志賀を鉄柱巻きつけて、そしてなんおいおっと場外に出ていきます、さあ距離を取った、距離を取ってボディアタック、なんという攻撃を見せるんでありましょうか、ヘッドハンターズ。鉄柱を背にしたまま160キロ巨体を受けてしまいました志賀健太郎、リングに戻されます、そして A から B にタッチ、 B
A、 両方とも残って、そして高いところからそのまま落としていきます。そして三塁コーキロが振ってきた。さあそのままカバーがストンピングを見せます。ストンピングでカットする井上雅夫。さあ死が起こされて逆水平チョップ、ニュートラルコーナーに振られていく。ボディアタック、こちらは145キロ、ボディスラム、ゆがりと持ち上げます。そしてセカンドロープ、ニュートラルコーナーセカンドロープに登って、ボーッとこれは逃れた。うまく逃れました志賀健太郎、よく見ていました。そして井上雅夫とタッチ。さあエルボーを打っていく、 B を、これは井上雅夫が振り返していきます。さあラリアットをかわして、あっと井上雅夫のラリアット、そして自らロープに振ってラリアット。さあカバーに入った、カバーに入って、これはカウント1つ。5時間5分、試合時間は5分を経過した。ネックブリーカードロップ、どうしたかするぞ。らおっと、走るぞという宣言が出されました。井上雅夫の得意技はアルゼンチンバックブリーカー、これで数々のギブアップを奪ってきました。エルボーを打って、さあアルゼンチンバックブリーカーいけるのか。さあこれはブレンバスターの体勢だ。志賀も入ってきた、志賀も入ってきて145キロ、いった。さあカバーに入った、カウントが入る、カウントが入る、カウントはカウント2つ。 B の左肩、右肩が上がりました。さあ志賀健太郎、ニュートラルコーナートップロープからボディープレス。さあカバーに入ったぞ、カバーに入ったぞ、マイティ井上がカウントを取りませんでした。レフリーはマイティ井上。さあタッチの確認をしたようであります。いいよニュートラルコーナー、これは志賀健太郎が振り返されていく。あーっとこれはうまく踏まれてバックドロップの体勢だ、バックドロップの体勢だ。あーっとエルボー、そしてロープに振って、あーラリアットはかわした、バックドロップの体勢、バックドロップ。145キロを持ち上げたヘッドハンターズ A が入ってくる。カットに入ったストンピング、そして A は井上雅夫に行った。井上雅夫場外に吹っ飛ばされていきました。さあそしてロープに振ってショルダー、あーっとヘッドカッサー。さあカバーに入った井上雅夫のカットは間に合うか、間に合いました。カウントは2つです。激しいストンピング、顔面を抑えます志賀健太郎。今度はヘッドハンターズ A、 ボディスラム、リング中央。さあそしてロープに飛んでボディープレス。さあカバーに入ったぞ、カウントが入る、カウントは2つでカウントが逃れた。場内からは拍手が送られます。頭を取って起こしていきます、ヘッドハンターズ A。さあ抱え上げて、抱え上げて、そのままあーっと脳天から落としていきました。さあカバーに入った井上雅夫、カットに入ってくる。その井上雅夫にはヘッドハンターズ B が行く、 B が場外に落としていきます、場外に落としていく。危ないぞ志賀健太郎。さあボディースラム打たれていく志賀健太郎。さあヘッドハンターズ A は青コーナーに戻ってきた、青コーナートップロープまで登っていく、トップロープまで登っていく、セットプレーズ。ヘッドハンターズ、ヘッドハンターズパワーに物を言わせました。非常にこの体重が有利に働きました。ヘッドハンターズ A、B 場外で腕を上げました。さあリング中央は志賀健太郎、305キロが来てきてはなかなか起き上がることができません。試合時間は8分ちょうどでした。8分ちょうど、片エビ固めでヘッドハンターズ A、B が勝利を収めております。この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様へお送りしております。
る花道は今年最後の王道です。ジャイアント馬場健三16,300に満員御礼馬場コール。今ジャイアント馬場98年平成10年最終戦日本武道館に現れた。プロフィールマッチ30分一本勝負ございます。青コーナー230パンド菊池剛撃退心抜き出し菊池剛250パンドエーデンハルカ今年最後の飛ばしのためエーデンハルカ230パンド藤正信ジュニアの魔表藤正信。赤コーナー220パンド桃田光雄250パンドラッシャー木村今年のラストマイクラッシャー木村250パンドジャイアントバーバー風のウイルスに16問キックジャイアントババです。役者が揃いました。舞台が整いました。日本武道館6面タッグマッチ30分の一本勝負今年最後のファミリー軍団対悪役紹介の一戦であります。勝負を決するのはこちら悪役紹介かはたまた赤コーナージャイアントババファミリー軍団か今年最後の対決です。やはり赤コーナーにはこの方が似合います。6面タッグマッチジャイアントババです。体調はどこまで戻っているかジャイアントババ今年最後のリングに上がりました。さあいつものようにカラーボールのパスまずエーゲンが桃田に渡しました。そしてフチが桃田のところにおっとラッシャーにこれ見逃しにこのピンクのボールを見せて菊池が来ました。さあどうする目を合わせません。ラッシャー視線を背けました。おっとこのマットの上に置きました。足元のボールを拾いますラッシャー。さあどうする貴重なラスト3つのボールジャイアント馬場に渡した。おーっと渡して金丸だ。甲子園を経験した金丸が渡した。おー3階席最大のホームラン。そして桃田が優しく正面にもう1回金丸の出番だ。金丸がこちらへどうだ届くかぐーっと伸びた入った。おー2本目。さあ儀式が終わりました。青コーナー早くもエーゲンハルカが陣取っております。さあ赤コーナーは誰が先発するか先発さあ赤コーナー揉めております。先方地方中堅最後の恩大将ジャイアント馬場が下がりました。そしてまだ揉めてます。桃田がポンポンと自分の肩を叩きました。どうやら桃田です。エーゲン対桃田永遠のライバル今年最後の一戦ゴングが鳴った。30分の一本勝負6面タッグマッチ。さあ98年ラストマッチであります。さあこの位置永遠がまず見せました。左の手を高々と上げた。さあ声援が気になるような永遠はるか永遠が指を指したその先ニュートラルコーナーを指している。会場が桃田コール一つになってまいりました。さあ俺も行くかと行った。セカンドのトップロープだ。トップロープ桃田も見せます。さあウォーミングアップが万全だ。走る縦横無尽に走る。取れた伸び自慢中都心の街路樹も紅葉してまいりましたがこの桃田の白い背中にもみじまんじゅう鮮やかに浮かび上がっております。さあ組み合った奇襲を受けた桃田画面右ピンクのタイツがエーゲンハルカバックに回ったバックに回ったジャーマンかクロスか出た腕をほどきます。おお自ら足を出しました。ロープブレイクそれぞれ役者見せます。腕をひねるそして菊池にタッチ液体心抜き出しのこの菊池剛
デビュー10年目ゼロ戦キック、そしてラッシャーのところにとっても怖い視線を送った。さあ菊池デビュー戦は88年2月の26日、相手はこの桃田陸王でした。その桃田を抱えて何かアピールしたようです。片指だ、カウント1。どうやら菊池が何やらエプロンサイドにいるラッシャーに動きを見せるのか。おっと太もものあたりキックを連発。さあそのまま引っ張っていく、手を伸ばした。さあ藤田、藤井正信だ。2年前のこの日本武道館までジュニアのベルトを巻いていました。89年からは第10代の世界ジュニアチャンピオンとして14回連続防衛を成し遂げたこの藤井正信、悪役紹介の柱と言ってもいいでしょう藤井正信。さあ足をひねります、膝のあたり、この膝がどこまで曲がれるのか。あ、そして早くもおっと永元にタッチ、永元にタッチ出しました。さあ持ち上げるか、桃田光雄を持ち上げるか。100キロ173センチ、おっとなんだなんだ、ラッシャーが来ている。そのラッシャーをがっちりとホールドしました藤井正信。そしておっと何やらおかしな行動だ、リングの中央で球場で一番痛い技、そしてリングの中ではジャイアンツスイング3回転5回転今年最後です。永元選手いつもより多めにお願いします。9、2桁いくか、2桁11、12、13、13.5、お見事です。三半期間の限界まで挑戦いたしました。さあ桃田がフラフラの状態になっております。その後ろ容赦なく攻撃を続けるか永元、永元無理をしません、菊池にタッチしました。ヘッドを当てます、腹のあたり頭突きを食らわしました菊池剛。連発さんの場所だ、おっと腹に一撃、そしてラッシャーです。先ほど挑発されたラッシャー木村入ってまいりました。一つ息を吐きました、精神統一か気合を入れたのか。さあ菊池対ラッシャー木村、おっと胸の筋肉、胸の筋肉、大胸筋もりもりと動いておりました。何やら永元からメッセージ、一体どんな攻撃を組み立てるのか。ロングタイツがラッシャー木村、プロレス歴33年、経験が勝つか若さが勝つか、組んだ、押し込んでいきます菊池。ニュートラルコーナーです。コーナーを背にしているラッシャー追い込まれている、おっとっとエルボーの連発、あっと痛そうだ、あっと爆発、ラッシャー爆発、なおも攻め続ける菊池、肋骨の限界まで、あっと今度は握り拳かハンマーを落とした、おっと何らかのメッセージが伝わったでありましょうか。さあそして頭を前に出して敵陣に追い込まれましたラッシャー、青コーナーに追い込まれたぞ、孤立無援、張り手、日本武道館にパチンという音が響き渡りました。これでラッシャー木村の導火線に火花がつくか。さあボクシングスタイル守りは万全だ、あー足があった、膝に来た、1回2回とさすりました。さあ藤井正信がこの左の足に攻撃の的を絞るようです。蹴られてもなお気合を入れる、あっと今度腹に来た、なるほどなるほど、そんな攻撃ではなんともないというアピールでしょうか。よしという声が聞こえたぞラッシャー木村、あー顔面を捉えた、こめかみのあたりでしょうか。これには後ろに後ずさり、そして側頭部、耳のあたり、一発一発蹴るごとにラッシャーが沈んでいくような気がいたします。さあそして永元にタッチ、永元対ラッシャー木村、永遠のライバルです。
霊源遥のプロレス歴32年、デビュー戦1966年10月12日、その対戦相手がこのラッシャー木村でありました。つまりこの2人は32年間戦い続けているのです。捕らえます、ラッシャー。さあどうする、あっと頬のあたり、さあ受けて立ってはいますが、ラッシャーどうする、藤田式ハイキック、張り手だ、おっと、そして今回登場、ジャイアントバーバ登場。おっとっと、おっとっと、霊源が、霊源の動きが落ちると、おっと、もう掴んだ、やめてくれと、そんな声が聞こえましたが、自分でロープを掴んではいけません。ポケロープやんの、胸板への逆水平上、早くも腹筋にタッチ、さあ腹筋が来た。ジャイアント馬場にどう立ち向かっていくか、世界の巨人ジャイアント馬場、今年はいろいろありました。お正月1月23日新春ジャイアントシリーズ後楽園ホールでした。還暦記念試合を行いました。川田、小橋、チップが対戦しまして、自らのランニングネックブリーカードロップでスリーカウント、史上最強の還暦レスラージャイアント馬場です。そして 5.1 東京ドーム58,300人、お客さんの前で全日本プロレスを見せました。そのジャイアント馬場、今日もリングに上がっております。さあ肩がついているんでしょうか、馬場が抑え込んでおります。がっちりと肩指、ローリングしてヘッドロックの体勢です。フェイスロック、グラウンディングからスタンディングに移行するか。さあ立ち上がったが、まだ膝をついている馬場。2m9cm135kg ジャイアント馬場、183cm105kg の淵正信、合わず落とし、そしてフレッシュ、フレッシュ逆に安全かわいかわいい、口がカットに入りました。いやいや今日は積極果敢に技を仕掛けていくジャイアント馬場、その馬場から桃田にタッチです。さあ桃田がランニング、スピードに乗ってランニング、青コーナー追い込んだ、真っ赤になっている菊池の顔、そして桃田を抑え込んだぞ、あった桃田だ、平然だ、チョップ合戦、チョップ合戦、チョップ合戦、バット、さあこの時間帯であります、桃田と永遠のこの時間帯、あーっと死んだぞ、飛ぶか、リングの下、桃田に向かって、まず口が来た、さあ、始めた、体勢は万全だ、菊池のアシスト、菊池のアシスト、飛ぶしかない、エーゲン遥か、男エーゲン、飛ぶか、おっと、エプロンからいったー、さあ、そして、発射、まず一発目、日本武道館、夜空にエーゲンスプラッシュ、そしてこちらサイド、社長という声を聞こえたジャイアント馬場が虹に寄る、さあ柔道が飛んでしまうのか、傘、傘まであるぞ、傘まである、なんと傘の防御、新聞だけじゃなくて発射命中、獅子座流星群、傘に命中いたしました。恐るべき攻撃、エーゲン遥、現在放送席の前を通過、さあどこからリングに戻るか、足を取った、桃田の足を取った、リングの下にペスタカー、ペスタカー、背中を強打いたしました、おっと危ないぞ、危ない、新聞とビニール傘とちょっと高そうな傘に命中いたしました。いやいや今日はいつもより大目に飛んでおります、さあロープ来た、エルボー、よし勝とう、さあカバーだ、おお、ババが見ていました、ババが見ていました、ババがどうやらリングの中に入っております。これは警戒しなければなりません、悪役紹介、それを見ていたエーゲン、すかさず自分の陣地青コーナーに
桃田を連れてきた。腰から崩れ落ちます。さあそして菊池がタッチ成立ですね。タッチ成立。桃田からどっちだ、上が行くのか。いった。16門のずしりずしりという音が聞こえてきそうだ。ジャイアント馬場、このシリーズに入りまして、今から3日前、12月2日松本大会を風邪による発熱で欠場しました。92年4月19日後楽園ホール大会以来続いていた、後楽園ホール以来6年8ヶ月ぶりに試合を欠場したことになります。906試合にわたる連続出場記録が生まれました。しかしその風がどうやら完膚しているようです。今の張り手を見ましても、風のウイルスを16問または脳天からだけまでで退治した、そんな証拠でありましょうか。おっと、勇気があります。制限あるか。馬場は睨んでいるぞ。馬場は睨んでいるぞ。さあパワーボムか、パイルドライバーか。バーンドライバー、マットにめり込みました。そして左足一つで、左足だけでカバーか。いや、菊池の左足がサードロープに届いていました。そして最後のパイルドライバー。さあ先ほどやられたばかりの、やられていたこのラッシャー木村が反撃に出るか。菊池剛もともとにしっかりと、しかし人類の限界に挑戦しています。鍛えようがありません頭蓋骨。あ、そしてそしてロープに振った、ラリアット、そのラリアット、まだまだ健在。2で返します。頭を 2,3 度振りました。さあファミリー軍団としては攻め時です。菊池が捕まっています。合体技か、桃田が来た。あっと蹴り上げる。さあそしてパワーボムか、ハイルドライバーか。菊池も力が入る。抜くか、力が入る。足元がかすかに揺れている。ああ返した。そして内へ、目まぐるしく攻守が入れ替わります。あー踏みつけた。105キロの淵が踏みつけた。台のあたりにエルボー、そしてキック、前から後ろから打たされ激痛で顔が歪んでいる。さあそれだけやってエーゲンだ。あー今日2発目のもみじまんじゅう。もう1回ヘッドバット。さあ連携が見られるか、悪役紹介。菊池の足が待っていた、そして内の足も待っていた。さあやられ放題やられております。桃田光雄、これをどう打開するか。止まった。正面から受けました桃田。桃田が走る。ゼロ戦キックが墜落。さあどうだ、逆襲だ。バックトラップ、カバーだ。15分を超えました。今年最後の悪役紹介対ファミリー軍団、試合が動くか。セカンドロープを利用してのエルボードロップ。さあ2回目だ。 1.7 レフリーはマイク井上。あーエルボーかました。桃田よく見ていた。そしてなぜかこの位置にジャイアント馬場。さあ控えた、名言がこの位置です。口を落とした。さあ合体技。98年虎の年、平成10年16問。なおも攻める。バックに回った。しかし口がカット、名言がいた。後ろからラッシャー、パワーボムで飛んだ。これで飛んだ。カウント3。最後の大決戦、最後はファミリー軍団が制しました。ジャイアント馬場、ラッシャー木村、桃田光雄組が菊池正信、エーゲン遥、菊池剛組を破りました。
今年1年戦い抜きました。さあそして早くも日本武道館マイクコールが起こっております。戦いを制したジャイアント馬場16分と30秒、今年最後の決戦を制したファミリー軍団。98世界最強タッグ決定リーグ戦最終戦、何らかのファンに向けてのメッセージはあるのか。木村今年最後だからゆっくり喋りなさい。ご声援本当にありがとうございました。
の締めくくり、98世界最強タッグ決定リーグ戦、その最終戦です。日本武道館大会です。12月5日、外は冷たい雨が降る夜、東京日本武道館が燃えます。まず本田多門と泉田純組の入場です。小走りに走ってきた、最初に入場してきたのが泉田純、そして後から本田多門がゆっくりゆっくりその足取りを確かめるかのように今リングへと向かいます。泉田純、本田多門組の入場です。アジアタッグチャンピオンです。世界最強タッグ決定リーグ戦、その公式戦にエントリーしました。しかし挙げた勝ち点はわずかに2、決勝戦進出を逃しています。ゲイリー・オブライト、ジャイアント・キマラ組の入場です。左のようなこの音楽が鳴ります。そしてジャイアント・キマラ、そしてオブライト、今姿を現しました。おっと、オブライトは髪の毛を短くしているのか、そしてキマラはいつものようにこのボツワナの民族衣装でありましょうか、まとっております。顔は隠しております。ニューキマラ誕生しました。この世界最強タッグ決定リーグ戦、今日ももちろんこの民族衣装の下には黒のレスリングタイツをまとっていることでしょう。今キマラ入場しました。お待たせいたしました。タッグマッチ30分一本勝負を行われます。タッグマッチです。裏コーナー400ポンドジャイアントキマラ脱泉田、ジャイアントキマラ350ポンドゲイリーオブライト、トップやいかにゲイリーオブライト、裏コーナー270ポンド泉田純脱キマラ泉田純、270ポンドホンダ本田多門、レフェリーは西永修一です。ともに30代、33歳から35歳と年の上ではほぼ同い年、この4人が四角いリングの中でまみえます。ニューキマラ、そしてオブライトも黒のレスリングタイツです。真ん中にはネブラスカのこの N、 赤い文字が踊っています。ボディチェックを受けました。30分一本勝負で行われます。まずどちらが先陣を切るんでしょうか。オブライト、キマラが泉田の方を睨みつけています。オブライトと泉田、キマラと泉田は去年のこの世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦にエントリーをしていました。しかしその後と泉田は本田多門と組んでアジアタッグ、キマラはこのオブライトと組んで最強タッグ決定リーグ戦公式戦にエントリーをしてきました。ゴングが鳴っています。その泉田とキマラがまずは先発です。どういうプロレスを見せるんでしょうか。キマラが押し飛ばしました。この最強タッグ決定リーグ戦序盤はキマラを応援したいというふうに語っていた泉田なんですが、しかしこの最終戦日本武道館、両者相見えます。もちろんリングの上では敵です。グッと腕をねじっていきます。画面の右、ジャイアントキマラは185センチ、170キロです。新しいこのキマラ、レスリングスーツに身をまといまして、そしてオブライトと組んで関節技も身につけてきていると言います。あるいはキマラの脇固めというのも見られるかもしれません。何せ170キロが体に乗ってくるわけですから、そう簡単には技を解くことはできないはず。しかし泉田がこの後ろ腕をロックさせています。木村かなり痛がっています。力で返した。今度は泉田に、泉田がエルボー、しかし木村としおーっと壊れたカニバサミ、そしてこの体勢からヘッドロックでしょうか。あ、逆に腕を取ったのは木村です。木村この辺り今まではこういったパターンで技を展開することはあまりなかったんですが、しかしオブライトと組んでこの辺りのうまさといいますか、吸収をしている、それが実感として、見て取ることができます。オブライトの青コーナーに寄っています。ジャイアントキマラ、本田多門は見つめるだけ。リング中央です。カバーに入ったか、肩がつきましたがカウントは1つ。レフェリーは西永修一です。さあ泉田が立ち上がりました。そして足を取る、バランスを崩すのは、これはキマラ攻略のまず一歩。しかしキマラのこの熱い脂肪の肉弾、
これがキマラダメージかなり干渉しています。さあ一旦両のコーナーナンダローコーナーに対峙します。両者画面左がジャイアントキマラ、画面右が泉田潤。さあ体勢を入れ替えて、そして膝ニーリフト、さらにハンマーを落としていきます。ちょっとフラってきたところ、さあ前から投げていくのか、キマラが投げたぞ。拍手が起こります。そしてうなららら、と相変わらずキマラ語です。あ、左のこの土がはみ出ています。キマラさらに前から抱え上げる。さあどうするか、なんか相撲のような格好になっていますが、このまま上手を取って泉田行くのかな、うん、逆に。さあ十分の体勢になったのは泉田です。この体勢では泉田に有利。さあキマラどうするか、つなげていった、縦投げでしょうかこれ。いや泉田が本領発揮、170キロのキマラを投げていきました。さあロープを使った、ドロップキック、170キロ宙に舞いました。 0.17 トン。そしてコーナーをバックにしたのは泉田、突っ込んでいく、キックを回れました。さあそしてラリアットをかわして脇固めに入ります。ジャイアントキマラ、本田ともがカットに入ります。我々レスリング経験豊富な本田とも危ないと見ました。レスリングでオリンピック3度出場の経験があります本田とも、カットに入りました。その本田ともに拡張しました泉田潤。188センチ115キロ、現在35歳です。横須賀の出身本田とも、この人も関節技得意にしています。 STF、 これを自分なりにアレンジしてロイヤルストレッチという得意技を持っています。ただキマラに対してそれを決めるのはちょっと難しいかもしれません。あと腕を投げていった、突っ込んでいく、これはたまりません。これは本田ともでもかわすことができません。10月9日新潟でウルフ・スミス組が持つアジアタックのベルト、本田ともと泉田潤奪いまして第64代のアジアタックチャンピオンになりました。さあダブルでいった、330キロ、 0.33 トンがぶつかってきた。カバーはカウント2、試合の権利がオブライトに変わっています。さあ抱え上げます、高い打点、高いところから腰を打ちました本田とも。そしてオブライトが何やら観客の方をちらっと見て険しい表情です。本田とも足が上がりました。もう一度持ち上げる、そしてこの首の後ろの針を支点にして落としていきました。2カウントで返していきます。ゲイリー・オブライト、ネブラスカ出身です。5分経過、5分経過、5分経過しました。おっと丸め込んでいく、肩がついている。5分経過、5分経過。5分経過しましたが、まだ両者ともペースをつかみきれていないというところでしょうか。本田さんも泉田潤組対ゲイリー・オブライト、ジャイアント・キマラ組のこのタッグマッチ。さあバックを取った、ジャーマン行くか、捕らえます本田とも、逆にバックを取っている。160キロ投げたぞ、すごいぞ本田とも。160キロ、自分の体重がこの後頭部にかかってしまったオブライト、さらにこの石頭も落ちてきました。もう一発、自爆自爆アウト、2連発、2発目は決まりました。油断していたかオブライト、ロープを持っています。いやそれにしても160キロのオブライトを投げていった本田とも、さあ先ほどの失敗したヘッドバットをしっかりと見舞っていきます。今度は前が、完璧スープレックス、そのままばったりと行きました泉田。首を左右に振ります、ちょっと脳震盪を起こしたんでしょうか。キマラが落ちてきました。余裕の表情を見せますジャイアントキマラ、お昼寝のポーズ、そんな感じでこの泉田のカバーに行きます。モンゴリアンチョップ、おさらにこのキック、このキック足を取った、さあドラゴンスクルーに行くのかな泉田君、ひねった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 、ドラゴンスクルーを見せました泉田潤。いやこれはたまりません。ジャイアントキマラ、片足で170キロの体重を支えなくてはいけない。いくらキマラに、おっとしかしタッチに入った、おっと肉弾爆発、肉弾ボム落ちてきました顔面です。さらにキマラは深追いはしないようです。
泉田はマットリング下顔を押さえて、あっ、キマラが来た、キマラ来た、危ないぞ泉田。泉田の後頭部を持った、そして鉄柱へ振るか、いや鉄柵だ、まっすぐオブライトがいた、ここにオブライトがいました。ラリアット混沌しています。泉田、さあそしてオブライトが、おっとマットを引っぺがした、マットを引っぺがした、床がダイレクトに行くのかな、危ないぞこれは、危ない、オブライト長期か、長期か、オブライト行ってしまった。幸いマットは腰をマットに打ちましたが、しかし非常に危険。いやいや、キマラはリング上アピール、泉田はこの八角形の日本武道館の天井を見上げたままでした。さらに鉄柵、逆にこれでオブライト、おお突っ込んでいく、いやこれは何よりも強烈です。さらにオブライトをこの泉田の髪の毛を引っ張ってリングの中に戻します。そうです、試合の権利があるのはこのキマラ君です。2カウントで返します。徐々にこの青コーナー、やはり世界最強タッグ決定リーグ戦の統一戦に出場したオブライト・キマラ組、徐々にペースをつかんできました。11月17日の大阪浪花ドーム大会、2050人が入りました。この試合でヘッドハンターズを11分51秒原爆固めで破って勝ち点2を挙げましたが、しかしその他のチームには勝つことができませんで、優勝決定戦進出は逃しています。ジャイアントキマラハンマーを落としていきます。さらに首のあたり、このキマラの左の脇に泉田の首がすっぽりと入っています。さあキマラ食いしばる、片膝をついています泉田潤、なんとか腕を伸ばしてロープに逃れたい、しかしキマラがオブライトへ、オブライトが入ります。エルボーをぶつけていく、フラッとしたところ投げてくる、この可能性もあります、うん、ロープに振った、さあ突っ込んでいくか、おーっとこのまま投げ捨てた、左の腰を打ちました泉田潤。さあ泉田の視界にオブライトが入ってきてひねっていきます。オブラツイストに入っています。こらえる、おー脇腹をぶつけ、脇腹を抱えていきます。さらにこのまま抱え上げて、いやはやオブライト本田智がカットに入ります。リング中央必要なカット、おっと不意をついたエルボー、本田タモンはリング下転落、そしてキマラが入ります。さあ 0.33 トンコンビ、大きく腕を振っていますジャイアントキマラ。さあまず170キロが突っ込んで失敗、おっと素晴らしい合体技、こういう展開になるとは思ってもいなかった。そしてキマラが飛んできました。キマラに押し潰されます。本田智の10分経過しました、10分経過しましたが、しかしこの今の連携技、最強ダックのこの公式戦で培ってきたコンビネーション、1ヶ月ないこの時期で見事なコンビネーションを見せましたオブライト・キマラ組。さあキマラです、キマラが前に倒すことができない、逆に泉田この体勢からバックロック行こうというのか、わずかですが30センチ地上から上がりましたジャイアントキマラ、苦しい状況、泉田本田にキャッチします。本田が中に入ります。さあそしてフリーカードロップカバーに入ります。2カウントで返していきました。そしてロープの反対、足を上げた、さあここから入ってきた、なんとかカットしますが、しかし本田トーン一瞬の隙をつきまして膝十字に入っていきました。さあまだキマラに対して攻撃を仕掛けていきます。本田トモンが振られた、あーっとキマラのネックリーカードロップ、そして1回転してからオブライトにタッチをしています。さあオブライト本田を投げてキマラが飛んでいく、そしてオブライトジャンプしていった、さらに監督スープレックス、1、2、3のタイミングで一気に来ます。そして歴史に逆転し泉が入る、これは危険です。共にアマチュアレスリングの経験豊富のオブライトと泉田、
さあ、いや、本田もさあ、泉田と木村はリングした。さあ、オブライトが投げた風車カバーに入るリング上ツーで返しました。何度も返しました。いや、リング下の攻防に目を取られている間にリング上、オブライトとそして本田モンヘッドバットの応酬か。ロープの反動を使って、あーっと腕を取った、腕を取った、逆に返す。さあ、デシー逆順に入った。泉田勝手に入ろう、それが間に合うか、間に合うか、今か、手が伸びない、手が伸びない、ギブアップ、ギブアップ。ロープの攻撃しません。オブライト最後はうれしい逆十字がため、うれしい逆十字がため関節技ゲーリー・オブライト決めました。いや、本田ともこれは苦しい。あ、大きく座っています。痛い痛いと声も出ない本田とも。それだけこのオブライトのうれしい逆十字がため強烈でした。最強タッグ決定リーグ公式戦2ポイントしか上げることはできませんでした。しかしオブライト決まらずに、また新しい関節技のウェーブをこの前日だと99年も運んでくれるはずです。あー、そして本田ともこの嬉しき左の腕がおげんかとばかりにきちりと決められました。まだ苦しい状況続いています。アジアタッグチャンピオン、来年は防衛戦も待っています。そのために今年最後の試合飾りたかったところですが、12分29秒うれしい逆襲決め、本田泉田組に敗れました。オブライト木村組の勝利を収めております。全日本プロレス中継サーティー、この放送は東京日本武道館より全国の熱狂的なプロレスファンの皆様にお送りしています。勝負です。大森高尾、マウナケア・モスマン組対ジョニーエース・バートガン組の一戦です。公式戦最終戦の優勝戦には進めませんでしたが、このエース・ガン組嵐を起こしました。一方大森高尾、今宵のタッグパートナーはマウナケア・モスマンであります。さあ、ボディチェックが終わりました。さあ、先陣を買って出るのは大森かモスマンか、
エースかガンか。大森が下がりました。モスマンです、モスマンです。赤コーナーはモスマン、そして青コーナーエースが下がりました。バートガン対マウヌケアモスマンで始まりました。ゴングが鳴りました。30分の一本勝負、タッグマッチであります。放送席の解説はジャイアント馬場さんです。よろしくお願いいたします。馬場さん、このバートガンという選手、このシリーズが始まる前は左のパンチだけが非常に注目されていました。このシリーズを通じてこのバートガンという選手、どんな風に変化したんでしょうか。いや、選手としては非常にいい選手なんですが、まだまだレスリングそのものはそんなによく分かっている選手じゃないんですよね、いろんな技も、はい、ただこのエースが全日本でキャリアに引っ張られていろんな技を2人で作ってやってたということがこの、いい成績につながってきたんですが、一人で戦うと力というかね、若さというか、はい、それは目立ちますけども、技のキレとかそういったものはまだないように思うんですね。なるほど。これからね、はい、もう非常に楽しみな選手ですよ。そうです、期待できますか。運動神経もいいですしね、はい、きっちり現役しました。さあパワーボムか、なかなか解ける、捕らえるモスマン、控えしていきました。さあ肩がついている、おっとブリッジで返しました。会場は来ます。16,300人、日本武道館、ドロップキック、巻き投げ、見せます見せます。バートガン、そしてマウヌケアモスマン。しかし馬場さん、このバートガン、それからジョニーエース組、はい、コンビとしてはこのシリーズから組んだばかりですが、その連携合体技というのは非常に、これからね、お互いにその若いですからね、はい、いろんなことをいっぱい勉強していくと素晴らしい選手、素晴らしいチームになると思うんですね。この世界最強タッグ決定リーグ戦、エースガン組は7戦いたしまして4勝3敗、勝ち点8-4ということになりました。しかしエースガン組、あの広島大会でした三沢小川組を破りました。しかもフォールを取ったのは三沢を沈めての勝利、エースガン組。さあ一方タッチ成立、赤コーナーモスマンから大森坂尾です。この大森高尾はこの決定リーグ戦、高山義弘とのコンビでこの公式戦参戦いたしました。7戦いたしまして1勝6敗、勝ち点が2、ヘッドハンターズと同率での最下位という成績に終わってしまいました。ニュートラルコーナーです。バートガンが離れます。さあ左のパンチ、あのスティーブ・ウィリアムスを KO したノックアウトしたその左のパンチ、それだけに気を取られているといろんなところから技が来ます。さあタッチした、合体技か、合体技か、エースドロップ、まずダブルのショルダー、タッチ成立で青コーナーはジョニーエース、逆水平チョップ、力が入っている。さあエースが大森を外に落とした、あーしかし動きが速い大森。さあエースを挑発いたします。馬場さん、このジョニーエース選手、このシリーズこのバートガン選手と組んだんですが、非常になんか生き生きと戦っていたような気がしますが、すね、馬場さんの目からご覧になってどうですか。いや、非常にいい選手ではあるんです。何か一つ足りないんですね、ハンセンとかベイダーとかウィリアムスみたいに、彼らよりその技術的には非常にうまい、いいものを持ってるんですよね、スピードもありますし、はい、なんかこうスマートすぎるのかな。あー、なるほど、綺麗すぎる、プロレスリング戦う上でプラスアルファそのものが必要だということですね。さあ赤コーナーは大森からマウヌケアモスマン、あれやった、さあカバーだ、カウント2です。そういう意味でこのモスマンだってね、やることなすこと全て素晴らしいですね、記念がありますよね。そしてバードガンがここから来た、トップロープからダイビングのエロー、カウント2です。そして馬場さん、このモスマン選手といえば今年あのヘビー級への転向を出しましたね。そうですね、世界ジュニアのベルトを返上しヘビー級に転向しました。そしてサマーアクションシリーズではマウヌケアモスマン試練の7番勝負も戦いました。さあ赤コーナーに追い込んでいます大森モスマン組、バートガンをエルボースマッシュだ、
さあ大森がバードガンを振った。あドロップキック、高さがある、喉元に命中しました。大森高尾、この大森の今の飛び蹴りは素晴らしいですね。高さがありましたね、この5分経過、5分経過、大森選手、この決定リング戦では高山選手とのタッグ、結果は残せなかったが、この戦いは非常に刺激になった、吸収するものがあった、このあと来年に向けてそれを生かしたいと語っていた大森高尾です。さあ大森とバートガンの対戦、真っ赤になっております、顔面。バートガン、ニュートラルコーナーに追い込んだ大森、レンバスターだ、打ち合いだ、レンバスターの打ち合い、バートガンが投げた、大森が仕掛けた、レンバスターをバートガンが返していきました。そして膝を落とすバートガン、レンバスター、そしてエルボードロップ、エルボードロップ、まだ今日パンチは火を吹いていません。カウント2で返しました。さあまだエースガン組、あの公式戦で見られたような反対技は見られておりません。足を取ります大森、手前がバートガン、上に乗っているのが大森高尾です。さあ腕を捉えているのか、足から手が伸びた、マルケ・モスマンだ、モスマンにタッチ、左の足のあたりを攻略していこうという大森モスマン組です。ギロチンで膝を痛めつけます。さあなおも容赦なく攻め続けるマムロケモスマン。さあ足を取った、足を取った、どうする、さあどうするモスマン、あった、蹴りが待っていました。バートガンがなんとか蹴りで応戦。さあタッチ成立、エースです。エースが膝蹴り、左右の連打、ニーリフトを見せます。そしてエルボー。さあこのジョニーエース、外国人レスラームーブメントを起こすべく立ち上がりました、ジョニーエース。さあそしてどうするんだ、どうするんだ、エポン、ゴシ、トップロップゴシ、こっから投げるのか、高さ1メートル22センチ、リングの高さが90センチ、あっとエースクラッシャーは封じました。のラリアット、さあ場外戦です。さあモスマンが体格では劣ってはいますが、ヘビー級に転向、自らこの嵐の中に身を投じました。さあエースが鬼の形相だ、逆水平チョップ、鉄柵にもたれかかりますマルケモスマン、顔面へのキック。さあそしてリングに戻しました。かなり膝のあたりにダメージがあるようです。片襟がダメ、カウント2。さあそしてガンです、バートガン、まず膝から連発をします。腰のあたりに落としていく、ニードロップです。さあモスマンが捕まり始めました。モスマンはこの危機をどう打開するか、高々と上げて、ああ前に落とした、さあ力が入ります。おっ、そのままチャンカー、もう一回、完全に捕まっている、モスマンが暗いところだ。さあカバーだ、大森がカットです。会場はブーイングではありますが、これは勝負です、格闘技です。さあニュートラルコーナー、おっとこれはよく見ていた、バックに回った。さあ正面を向いた、さあ左の一歩、腕で巻きついているバートガン、レンバスター、ちょっとスルーしていった、おー捉えたよ、そして左のキック3連発、そしてローリングストラタッチ、大森だ、盤石の体勢で大森だ。さあトップロープ、コーナーから来た、肩に命中、ミサイルキック、そしてエプロンのエースを落とした、動きがありそうだ。さあジャーマンだ、ガンがエルボーで防戦、そばっとを見せた大森、ラリアット、今のラリアットはスピードを持ってましたね。そうですね、カウント2です。しかし返します、今のランニングしてスピードに乗って体重を乗せたラリアットも返していった、
さあフルネルソンだ、フルネルソン、左のパンチ、ここで来た、左のパンチがここで来た。これはいけません。ストワックのあたりに左のパンチが入りました。10分経過。さあバートガンがまず大森をリードのコーナーへ、あーラリアットかわした、エルボーハイキック、エースのハイキック合体は合体攻撃、サイドバスタート、エースラッシャー、北川原こういうね、今みたいな技をね、このエースとガンがこれから、まあ、研究し合っていくと、これはもう本当に素晴らしいチームになりますよね。今のような体勢でサイドバスターと、あと2つ3つあるとね、やはりこれからのそのタック戦線という面ではこのバートガン、ジョニーエースのチームですね、はい、さあそしてトップロープ、このコーナーサイドキック、まずエースの出方を競った藤田、そしてネックブリーカードロップ、片指です、カウント2、左の肩が上がったジョニーエース。さあ逆に赤コーナーとしては青コーナーの合体攻撃をなんとか封じなければならない。おっとキックかわした、ニールキック、ノーザン、ノーザンライトスーパックステップ、カウント2、ツーで返しているジョニーエース、エルボーです。マウナケアモスマン、あーキックを待っていたハイキック、ハイキックだ、ハイキックだ、今の速さがあった飛びつき、リリックを狙ったがハイキック、高い山のオープンがあった、エースが割った、大森も、大森もパンチが待っていた。さあそして二人技が連携攻撃が狙った、今のも合体攻撃ですね。そうですね、ムーブメントクラッシュが出ました。ダブルのハイキック、さあモスマンが孤立している、モスマンが孤立状態、またもや連携を出された、何を持ってくる、ギラチンだ、合体ごとのギラチンだった、モスマン返せんか、自力で返しましたモスマン、ミドルキック、ジョニースパイカー、三沢を沈めたジョニースパイカー、武道館最終戦モスマンを沈めました。99年はこのエースガン組の年になりそうだ。馬場さん、やっぱり連携のうまさ、うまさがどうか、この勝利に繋がりましたね、うまくいくかどうかが、まあね、連携もそうですけども、2人とも力もありますしね、はい、チームとしては素晴らしいチームですよ、この2人はね、はい、馬場さんの目からご覧になっても、この次の年、来たる年、来年もこのバートガン・ジョニーエース、そうですね、もう本当にいいチームになって、また日本で試合を見せてもらいたいですね。なるほど、馬場さんも期待しています。最後は12分44秒、ジョニーエースのジョニースパイク試合を制しました。98世界最強タッグ決定リング戦最終戦、日本武道館大会戦い終わりました。ジョニーエース、バーネケアモスマンとがっちり握手。最後はやっぱりジョニーエースでした。エースガン組、これからも目が離せません。エルホームプロレス中継パーティー、この試合の模様は本日につながる日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。
勝負のスペシャルシックスランタッグマッチが行われます。場内は川田朝上の合体テーマ、そしてその2人についてくるのはなんとこの高山義弘。かつて川田の首に照準が合わせたこの大男が、今日はこの今年最後の試合で川田朝上と衝撃の合体を行います。そして川田朝上、世界タッグのチャンピオンながら最強タッグの決勝進出はなりませんでした。その鬱憤をかつてのライバル、そして今でももちろんライバルと変わりはありません。高山と手を組んでガッツリと伊沢、小川、そして柿原と相対します。アンタッチャブルの2人です。伊沢、小川、その2人が今日は柿原をパートナーに従えての30分日本勝負です。高山、そして柿原が羽元を分けての今日のスペシャルシックスマンタッグマッチになります。かつてのライバル川田というのタッグを組みました。その心中はあるいは穏やかではないかもしれません。アンタッチャブルな2人、三沢そして小川義成、その先陣を買ってまず柿原正人がリングイン、その後ろに小川、そして三沢ミスパルデ。今年最後の戦いは日本武道館のマット、特別試合かシックスマンタッグマッチ、さあ役者6人が揃いました。本日のセミファイナル6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー280ポンド高山義弘、禁断のタッグを決めました高山義弘。250ポンド川田俊明、今年は三沢越えも果たしました川田俊明。270ポンド田植明、タッグのベテラン裏がコーナー225ポンド柿原正人、焦点ガンガンマシンガン柿原正人。225ポンド小川義成、世界ジュニアのチャンピオンです小川義成。255ポンド伊沢伊豆原、来年は三冠の初防衛戦を控えます伊沢伊豆原です。三沢色、緑色の紙テープがこのブルーのマットに多数投げ込まれました。さあ今日はこの6人です。川田田上には高山が、そして三沢小川には柿原が、高山柿原というこの2人が赤コーナー青コーナーに分かれて今日はシックスメンタッグマッチを行います。川田田上とは若干の距離を置いて青コーナーを背にしています高山義弘です。まだリングに上がってから川田田上と視線を合わせていません。その高山、その雰囲気を察して川田田上が下がりました。そして赤コーナーは柿原です。30分一本勝負シックスマンタッグマッチの運命がありました。まずはリングの中央でキックの打ち合いになりました。あっ、ショート一発、ショート取った、バックに割って脇が止めた、くるっと1回転した高山。さあ今度は腕式逆順に返せ、まずは蹴り合い、そして関節の取り合いになりました。196センチの高山アキレス腱固めの体勢、上になった柿原、ここで周りを取ります。ジャイアント馬場さんの解説でお伝えしてまいります。高山そして柿原がこの全日本の主力メンバーとタッグを組む、一つ大きな試合になりますね。そうですね、まあですけどね、これはまあ、レスリングには伸びませんね。まずはキック、そして関節の取り合いになりました。もともとこの高山そして柿原がマットかかと落としタッグを組んでこの全日マットに参戦してまいりました。あと2リフトを当てました。土俵180センチ97キロの柿原が腹部の当たりを抑えています。高山そして柿原も全日マットでのキャリアが、まあ、少しずつ長くなってまいりました。またこのシックスメンタッグマッチで学ぶことがこの2人いろいろあるでしょうね。そうですね、それはもうね、いっぱい学んでもらわなきゃいけないですね、プロレスというものはね、はい、ただこの蹴りだけならちょっと何をやってるかわからんとは言いませんけどもね、はい、
こうやって蹴るだけだからどうしても、こうでは多分足を取られたり首を絞められたり体を固められてしまいますからね。そうですね、で彼らもそういうところを覚えてもらいたいんですよね。そのレスリングの幅というものがこの2人にはあるのに必要になります。そしてそれを試すいい足詰めに立っていった、体が張っていった、小手を打っていった角田、それに対抗するような手段でこの川田が力いっぱい張っていきました。そういえばこの日本武道館でのシングルマッチ、この2人は戦ったこともあります。さあ赤コーナーは三沢、三沢と川田になります。三沢小川組、そして川田田植組、ともに今年の最強タッグにエントリーしました。しかし決勝戦進出はならなかったこの2チームです。ハイキック、アゴの先端返す方の三沢エルボー、はい、川田さん、三沢のエルボーに対抗して川田のハイキック、三沢小川組は3勝3敗1引き分けの勝ち点7、総合順位は5位です。一方の川田田植組が5勝2敗勝ち点10で総合3位ということで、惜しくも決勝戦進出はなりませんでした。ハイキック、そういった意味では今年1年の最後の試合、決勝戦に出られなかったその悔しさをぶつけるというシックスメンタルマッチにもなります。抱え上げた田植、返した三沢、エルボー打った、さあそして小川吉男です。その日本武道館も大声援、180cm90kg の小川吉成、ただその軽量をカバーする存分に楽しませる動きを見せております。小川ニュートラルコーナーに振られた、両足を奪っていた、踏み込んでいった、おっヘッドハンティングツリー、この辺りのダイナミックさはというような売りでもあります。ただ馬場さん、この今年に入って小川の活躍、そして注目度、本当にいい味を出してますね。そうですね、味はいい味は出てるんですけどね、やっぱり体力が、少し欲しいですね。そうですね、ですからその三沢小川組が3勝3敗1引き分けというのは、やはり今年の最強タッグのメンバー非常に大型化されましたから、そう苦しかったですね。さあ起き上がり公式式のチョップを打っていきます。この中で90キロというのは、まあ、見ても分かりますが一番小さい体になります。ただその軽量をカバーするベテランらしい動き、三沢とのコンビネーションも非常にいいものがありました。一方のこの川田田植組は世界タッグのチャンピオンになります。これまで4回の防衛に成功しています。足を取った、まだ円錐切り、腰から崩れ落ちるように川田が膝をつきました。さあそして赤コーナーは吐き払った、足を取って殺されます。吐き払うの左の足を取ってハーフボストンクラブの体勢、あっと後続を踏みつけている、そのまんま逆肩寄り固めの体勢です。5分怪我、30分日本勝負は勝負タイムが5分を超えました。さあそして青コーナーは高山です。まだこのコーナーにいる川田田植とは目を合わせません。こちらこういう形でタッチを交わしている高山、蹴りを打っていきます。キックの重さでは当然この高山の方が上、カバーに入った、さあ柿原が青コーナーに押し込んでいって、今度は入る食の、そして衝撃の合体を果たしています。高山と川田大森、背中のあたりにミドルキックは柿原、蹴りを中心に打撃系の技を中心に持っていきますこの柿原正人。しかしこの山のようにこの田植が立ち上がります。足を取った、そのまま倒した、ダイナミックキック、腰を押さえています。この辺りにはちょっとダメージが蓄積されているか、ブロックして、さあ完璧完璧、両腕をしっかり押さえています。田植、田植から川田です。
この川田田上組が今年の最強タッグにやっては勝利という成績ですから、馬場さん、この世界タッグのチャンピオンでありながら決勝戦に出られなかった、そのあたりの悔しさはこの2人当然あるでしょうね。ですからおそらくその最強タッグの優勝チームが世界タッグの挑戦を名乗り出るということも十分に考えられます。三沢が川田振り返ってスキック、三沢の首に命中しました。さあここで三沢対高山になります。今年の三沢は 5.1 東京ドーム大会で川田に敗れて3冠を失いました。その後2シリーズ連続で休んで復活した三沢が10月の31日小橋を破って新しい三冠チャンピオンに返り咲いています。三冠チャンピオンで今年を終える三沢、背中に振ってそして肩入れ固めの高山です。レスリングのうまさ、そして奥の深さを十分に持っている三沢、この三沢からこの高山がこの試合何か一つでも盗んで学ぶことがあるか、今年最後の試合になります。リフト正面から当てました。196センチ、115キロあります高山。さあ三沢に今度はハイキックだ。ロープを背にしています。サードロープを背にしている三沢、決まってジャーマーロイ深いのあたりから押していきました。三沢196センチの高山が投げる大きな弧を描いたジャーマン、あと3発のエルボーで高山がダウンです。三沢から小川、小川の体が宙に浮きました。あの宙に浮くということはね、ええ、あのこれ受け身なんですよ。あ、なるほど。高山の足がこう腹に当たる、それをこらえるよりも自分の体を上に上げた方が痛くありませんからね。なるほどね。ですからそういうところはよく分かってもらわないとね、じっと帰ってこらえてる方が痛いんですよね。なるほどね。10年を超えている小川、しっかりとした受け身ができる選手でもあります。今年の最強タッグでは決勝戦には出られませんでした三沢川組。しかしそのタッグ結成は全日マットに大きな衝撃を呼びました。10分経過、影響があるんでしょうか。ちょっと顔をしかめている田植え、バックに待って高々と、あっと投げ捨てた。アトミックドロップのような体勢から投げ捨てました田植え。しかしちょっとこの表情、まだダメージが残っているようです。ハイキックを打っていきました川田。コーナーでは三沢と柿原が何やら言葉を交わしました。この辺りのその小川救出の何か策があるのかもしれません。今ニュートラルコーナーで小川が川田に捕まっています。なんとかパンチを繰り出して抜け出したい小川、しかしハイキックです。試合時間が10分を超えています。川田そして高山のタッチです。高山はとにかくこの川田を追いかけて全日マットに参戦してまいりました。タッグマッチではフォールを奪うこともありますが、シングルマッチではまだ結果を出していません。さあ小兵の小川が高山をロープに振ってがっちりとこれはシンクラッシャーに持っていこうというところが、しかし高山もがっちりこらえています。高山から田植え、
すでに田上、川田組や世界タッグは4本を追い成功しています。タッグのベテランのこの2人、その2人もが決勝に出られなかった今年のハイレベルの最強タッグでもありました。抱え上げたエアフレンスの体勢からの田上、ちょっとこらえられません。ジンクラッシュ、ちょっとこの田上の腰のダメージが心配です。伊沢がロープに自ら飛んだ、ハイキック、もう一回ロープに飛んだ、ハイキックをかいくぐってもう一回かわしていった伊沢、あっとショルダースルー、ものすごい攻撃が来ました。足腰にも、ああこの田上の腰の状態がちょっと心配です。川田、三沢をロープに飛ばす、ハイキックをかわした三沢、帰ってくるところ、あっと川田がハイキック、顎の先端、三沢のヒット、ハイキック、岸田氏ハイキック崩れ落ちました。三沢もう一回コーナーに振った、よく見ている川田、じゃあまたエースで、あと三沢、ポジションがエルボー、冷静です、冷静沈着、三沢に去る。強い逆十字の体勢です。場外にまで崩れ落ちていきました田植え。ちょっとのコーナーは田植えの状態が心配、川田そして高山、この2人が相手の3人を敵に回さなければなりません。さあここで川田、滝原を抱え上げて高山にタッチです。この高山は大森と組んで最強タッグを参戦しましたが1勝6敗、オブライト、キマラ組から唯一の白星を引きます。ロングスープレックス、ですからこの高山も大森とのタッグで参戦して全日マットの層の厚さというものを十分感じたでしょうね。タッグやった、膝十字、垣原が高山の左の膝を膝十字、ロープに乗られようという高山、今ようやくサードロープ。さあちょっとその高山が左の足を気にしている、その左の足に照準を絞った小川、さあ長い足をロックしてサソリがための体勢です。小川義成、バックにグラウンドのスイーパーフォード、15分経過30分、日本勝負の半分、15分が経過しています。高山に対して垣原がカットミドルキック、強烈なミドルキック2発を磨いた垣原正人、コーナーでは川田が見つめます。今日は高山と川田ががっちり手を組んでいます。バックに回った高山、しかし三沢が足、エルボー、ロープ越しにエルボー、円陣入り、さあ三沢、さあ赤コーナーは3人が今リングの中にいるぞ。三沢が三沢を通してエルボー、今度は三沢エルボー打っていった、小川もエルボー、さあ今度はおっとグッとまで1回できた、この辺りで拡散しています。返す刀でエルボー、三沢もう1回エルボー、今度は川田がカットに入っている、ちょっと天を仰いでいる高山、スライディングして倒して、今度は三沢エルボーブスター円形がいい赤コーナー、三沢、小川、そして垣原、さあ川田を上下に崩しました。今度の中は小川、三沢、そして垣原、高山に伸びしまった、さあダブルの攻撃、あーっと、さすが返した高山、シンクラッシャー、今度は三沢ロープに飛んでエルボー、ブランディングエルボー、三沢
さあ今度は2人が来た。返す力がわずかに残っておりました。ランニングエルボー、三沢ランニングエルボー、スイーカウント、九州の日を迎えました。17分1秒またいですね。三沢ミサイル小川カッカラ組、最後の試合が3つ目のタッグマッチ。この三沢小川カッカラ組の連携が冴えました。高山に照準を絞って見事にランニングエルボーでスイーカウントを奪っています。非常にこの新鮮味のある組み合わせでしたが、高山勝から、そして来年に向けてこの2人はまたさらなる飛躍が期待されますね。そうです。今ね、高山がね、負けた原因はね、もう小川で三沢にダブルで呼びました、はい、その時にもう受け身がね、もう頭から落ちてますからね、もうそこでもう終わってますよね。なるほどね。そういう受け身の練習をしない限りはね、やっぱり上には至れませんね。そのあたりを高山、そして秋原も心に留めての来年を迎える今年の締めくくり最終戦でした。高山勝原が両軍分かれてのこの6戦タッグマッチ、三沢がランニングエルボーで高山からスリーカウントを奪っています。全日本プロレス中継サーキット、この試合の模様は東京日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。世界で一番強い2人は誰か、日本武道館はその瞬間を待ちわびる超満員の観客で立水の余地もありません。1年の闘病を飾る98世界最強タッグ決定リーグ戦最終日本武道館大会の模様を解説ジャイアント馬場さんでたっぷりとお伝えしてまいります。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。さあ、世界最強タッグを決する優勝戦、全日本プロレス98年最後のリングに上がるのはこの2チームです。98年秋、まさにバーに燃え盛った小橋と秋山の情熱のほとばしりが試される夜を迎えました。時計の針を決して戻させはしない固い決心を胸に最強タッグに臨んだ2人が、自らに課した使命は優勝戦進出。しかしそれは小橋、秋山にとって通過点。バーリングの炎が単なる陽炎に過ぎないのか、それとも全てを焼き尽くす灼熱の闘志なのか、それを証明するためには反戦を止め、フェイダーを砕き、この98世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝する以外にはありません。それを率いる日本武道館の観客が花道で秋山と、そして燃える男小橋を迎えます。小橋、秋山、いざ決戦のリングに立ちます。思い起こせば 10.31 発表された不沈、皇帝、最強コンビ、ハンセン、ベイダー、あの日の日本武道館で今宵のチケットアリーナ席は完売いたしました。期待にたがわぬ全勝街道一直線、ハンセンが左腕を振り抜けば天が裂け、ベイダーが体を浴びせれば血が割れました。95年世界最強タッグ優勝戦方式導入以来初めての公式戦無傷での優勝戦進出、問答無用、前代未聞、疾風怒涛の全勝優勝は果たしてあるんでしょうか。98年12月5日ハンセン、そしてこの人ベイダー、優勝戦に堂々登場であります。どよめく日本武道館、98年全日本プロレスマット最後の世界最強タッグ決定リーグ戦優勝決定戦時間制限一本勝負を行います。
割れんばかりの大歓声、選手コールです。ベイダー皇帝戦士、江戸城占領、ベイダー300ポンドスタン・ハンセン、久々に浮上、鬼神館スタン・ハンセン。我がコーナー250ポンド秋山純、全日の意地を見せるか秋山純、270ポンド、レフリー和田恭平、紫色そしてオレンジ色、さまざまな色の紙テープが飛び交います。こちらがベイダー、そしてハンセン、青コーナー、一方赤コーナー小橋、そして秋山純、背中が見えています。泣いても笑っても全日本プロレス98年、これが最後のファイトです。じゃあ馬場さん、この歓声の大きさがこの両チームへの期待を物語ってますね。そうですね、この放送席にいましてもワクワクするような躍動感。98世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦、まもなくゴングです。時間無制限一本勝負、98年世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦、世界一強い2人組を決めます。ベイダーと小橋の先発です。日本の、いや世界中のファンが注目するこの世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝戦を迎えました。こちらがハンセン、ベイダー、ベイダーにあります。公式戦7戦全勝、勝ち点14、1位。そして小橋秋山組は公式戦5勝1敗1引き分け、勝ち点11の2位。上位2チームはこの日本武道館最後のマットに立てます。その栄光はすでに手を入れました。まず序盤戦、静かな立ち上がりと申し上げましょう。ベイダーと小橋です。はい、どのようにこの勝負の行方流れていくんでしょうか。まずは小橋の逆水平チョップが入りました。ベイダーのブローが飛んできました。この公式戦でもその威力をいかんなく発揮してまいりました、このベイダーのブロー。さて馬場さん、このハンセンとベイダー公式戦7戦全勝、まあ馬場さんもここまでやるとは戦前から予想なさってましたでしょうか。いやまあね、こういうチームだよということは、予想はつくんですよ。はい、ただどっかで引き分けの試合があるんじゃないかなと思ったんですけどね、やっぱり30分勝負でしたからね、はい、そのハンセンの30分の中で戦えば非常にまあ力も出しますね、はい、こうやって多くのハンセンもベイダーも大きなチームなんですよ、大きな選手でね、はい、でもこうやって時間が無制限となるとね、やっぱりハンセンのスタミナという点でちょっと心配だと思いますね。なるほど、そうしますと公式戦は30分一本勝負ですが、この優勝戦に限ってのこの時間無制限、このあたりがそれまでのハンセン・ベイダーの戦いにどう影響するかということですが、さあハンセンが青コーナー入ってまいりました。そのハンセンであります。ハンセン・ベイダー組はもう20分以内ぐらいで勝負をつけたい気持ちでしょうね。なるほど、ということはまさにご覧の通り、序盤ベイダーフロー、放送席解説のジャンヤンとババさんの読みでは前半からラッシュをかけてくるというハンセンとベイダー、タックル、ファーストの足、今度はタックル、そしてハンセンには逆水平が、ハンセンとそして小橋がリング上残りました。小橋ハンセン逆水平、ハンセン止めた、ブロックした、ラックルパートでの攻撃、青コーナーです。そしてリンバスターの体勢だが、ハンセンが今度は小橋、ハンセンへの小橋チョップセン、ちょっとマッチの打ち合いだ、ちょっとハンセンがよろけました。赤コーナーです。さあ秋山純が入って
ってまいりました。秋山が初戦ということになります。お、秋山もかなり激しい発射で張っていく、張っていきます、張っていきます、待てません、あっと反戦パワーで押し切った、ねじ伏せた、蹴った、 DDT だ。こうやってね、やっぱハンセンが張り付きますよね。もうまさにベイダーから刺激を受けて、そしてエネルギーももらって、このハンセン98年の冬よみがえりました。さあハンセンと、いやベイダーと秋山ですが、まずはジャノングに、そしてエルボー、おー、そしてベイダー、ベイダーもう何回とか、ベイダーは170キロ、あーっと潰されました、潰されました。秋山大丈夫か。いや馬場さん、こうやって見ますとやはりベイダーのこの重さ、これだけでも十分な武器なんですね。幅が大きいということはこんなに有利ですよね。この各チーム、ベイダーと戦ったチームの選手がみんな口を揃えているんですが、大きい、そして速い、なんといっても硬い、重い、こういった言葉を口にしていました。あーと今度は秋山がへたり込んでしまいました。この表情であります。ベイダーがマスクを取りました。これは仙台でエースガングンと戦った時もマスクを取りましたが、ベイダー5分手が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 
ハンセンが膝を落とします。このスタンハンセン、ベイダーでポッとカバーしました。ハンセン、どうか。おっと、おこれ見逃しであります。スタンハンセン、このあたりもハンセンのその気合の充実というものがお分かりいただけると思います。ね、はい、ですからね、この早いうちの時間のハンセンは本当に要注意ですよ。そして今度は投げました。この両チーム公式戦では11月の21日広島で対戦しまして、秋山がハンセンのラリアットに崩れております。この時も14分49秒でした。振り返って小橋はとにかく勢いよくやられてしまった、しかし付け入る隙は十分ある、そう感じたと話しています。そのあたり、この序盤戦のハンセン・ベイダーズのラッシュをどうしのぐかがポイントになります。ジャッピングに、そして小橋が蹴りで入ってきました。小橋飛ばされた、ラリアット飛ばした、さあどうする小橋、あーっと、リーダーをかわしました。そしてかわすだけ、アシアンスイープ、あとは2です。このハンセン・ベイダーズは5月1日東京ドーム以来このシリーズでタッグを組みました。その東京ドームで対戦したのが、あーっと、小橋のエースだったんです。ベイダーのブレインバスター、その 5.1 東京ドームの時には小橋エース組がこのハンセン・ベイダーを下しております。まあ、そう考えてみますと、馬場さん、このハンセン・ベイダーはこの世界最強タッグでは負けなしですから、日本人レスラーとしては小橋だけがこの組に勝ってるということになるわけですね。まあ、参考になるかどうかは分かりませんが、過去の記録としてはそういうものが残っております。アテンサクに取られました小橋、妨害です。さあ、この場外戦もスタンハンセンは得意としております。百戦錬磨のスタンハンセン、まあ、本当にこのシリーズベイダーというパートナーを得てよみがえりましたスタンハンセン。そのあたりの怖さは小橋も強調しておりました。赤指に固められます。まあね、よみがえったという時になるのかどうか知りませんけどね、はい、ハンセンやっぱり今まで出てたパワーボムとかそういったものがまだ出てこないんですよね。これはね、やっぱりもう本人のね、年齢的なものもありますし、はい、膝が随分悪いんですよね。これが気になりますね。はい、まあ、なんと言いましてもこのスタンハンセンにはもう数々のレスラーをなぎ倒してきたラリアット、おっと、この2つラリアットがあります。このシリーズでもこの左腕がうなりを上げるとき天が裂けました。このスタンハンセンの優勝といいますと、世界最強タッグ、個人としては過去4回の優勝があります。89年以来世界最強タッグの優勝からは遠ざかっておりますスタンハンセン。やっとです。
もちろん優勝すればハンセン・ベイダー組としては初優勝になります。一方の赤コーナーの小橋秋山組ですが、この秋から本格始動バーミンガムのこのチームもこの試合で勝てば初優勝になります。まあ、こうやってね、全力チームを組んだんですから、はい、ここはもう正念場ですよね、小橋秋山がね、はい、リースカップです。体ごと浴びせましたベイダー。小橋秋山組は5勝1敗1引き分け、公式戦2戦目でこのハンセン・ベイダー組に敗れました。失点に終盤4連戦、三沢小川組と引き分けましたが、川田田植組の3連覇の夢を砕きました。24時間前にはエースガン組を下してこの優勝戦進出を決めております。そういった意味ではこの公式戦終盤の4連戦は小橋秋山組見事でしたね、馬場さん。そうですね、凄まじい集中力でこの優勝戦に進出した。ベイダーアタック、小橋前に崩れます。ここまでの序盤戦なんですが、馬場さん、やはり馬場さんのおっしゃる通り、ハンセン・ベイダー組のプレッシャー、重圧、その圧力が、もうね、ですから、このベイダーのスピードもありますね、スピードもあるってことは、かわせばかえって、小橋秋山の力に、引き込まれるということはあるんですから、その感度を利用すればということですね。そのあたりのポイント、切り替え、ここをどう探してくるか。しかしまだその糸口が見つかりません。小橋秋山組、ネックフリーカードロック倒立して飛ばし、秋山アタコーナーに登りました。アンソンめがけた発射ミサイルキックカバーします。この秋山の今宵勝てば念願の世界最強タッグ初優勝になります。ジャンピングに串刺し式、そしてノーザンライトか、ハンセンは投げさせません。勢いをつけた秋山、ハンセンは140キロですが、ロープに飛んで、ハンセンのカウンターのエルボー。まあ、こういったところの動きの読みはさすがです、スタン・ハンセン。ハンセン・ベイダー組は公式戦はもちろんですが、ここまで世界最強タッグ決定リーグ戦の全15戦でも負けなし。取られました、ギロチンホイップ。秋山は世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝戦となりますと3年連続の進出です。過去2年は三沢とのコンビで優勝戦に進出してきました。これが3度目の挑戦になります。過去2年は川田田植組にいつでも敗れている秋山です。このハンセン・ベイダー組、外国人チームのこの世界最強タッグの優勝となりますと、91年の殺人巨大コンビまで遡らなくてはなりません。優勝すれば外国人コンビは7年ぶりの優勝ということになります。まあ、そういった意味では馬場さん、この外国人コンビの久々の活躍ということにもなるわけですね。ここのところ6年間は日本人チームが優勝してまいりました。この世界最強タッグ決定リーグ戦、まあ、どうなってもね、はい、この、はい、これは素晴らしいですよね、ベイダーもね。ぶん投げました。体勢が落ちていた秋山をぶん投げました。この辺りのパワーはさすがです。カバーに入ります。小橋のカット。それにしてもこのハンセン・ベイダー、はい、エースガン組、久しぶりにいいその、チームアメリカの外人チームになりましたね。そうですね、本当に充実した98年の世界最強タッグでした。このハンセン・ベイダー組、エースガン組、あとラリアットを打ってた、秋山が危ないぞ、秋山が危ない、ここは返し、ここは返しました。まあ、なんて言いましてもここまでの公式戦、ハンセン・ベイダー組、エースガン組にある意味押された感のある日本人陣営でした。川田田植組の3連覇の夢も砕かれました。三沢小川組の優勝戦進出は阻まれました。そういった意味では前日の日本人レスラーの代表としてもその期待を重責を担っている小橋秋山です。答えに認められます。あーっと、なおもグラウンドでシャリムに攻撃を仕掛けるスタン・ハンセン。そしてオフに打った、
ショルダースルーガーッと腰を落とします。どうか秋山なんとか返しました。まあ、しかしそういった意味では来年の99年を占う意味でもこの外国人チームの充実、これは非常に楽しみになってきました。おそらくこのベイガー三冠戦線でも99年は面白くなってきそうです。あ、そしてそのベイガー突進です。かわしたかわしたサーブを蹴っていきました。そして蹴った、足を取った、そしてドラゴンスクリュー、ドラゴンスクリューです。そして今度はそのダメージを与えた左足ハンセンにも突っかけました小橋。そしてガーンセンに落としカバーしました。ほんとハットです。しかし馬場さん、秋山がベイダーの突進をかわしたあたりからちょっと流れが変わってきましたね。足を攻めたというのはいいアイデアです。あと秋山ベイダーの足を切ってきた。やーっとベイダーそのまま飛ばしました。ベイガーがちょっと左足をひねっています。この中盤に入って小橋、秋山が、ね、大きい人ですからね、どっか悪いところないわけないんですよね。なるほど、この辺り。あ、しかしベイガービッグランクラッシュか。秋山が来た、秋山が来た、ビッグランクラッシュ、明日来た、完全に入ってきた、カバーする、ここは秋山がカロースカットしました。なんといってもハンセン、ベイダーは公式戦7戦全勝、勢いがあります。しかしこの優勝戦は違います。小林、あーっとビッグバンアタック、ベイダーアタック、ちょっと小林が取り残された雰囲気だが、なおもハンセン、ベイダーはまず秋山を痛めつけます。キックした、そしてDDTだ、ハットがないところだ。ベイダーの足を攻めたあたりで流れが変わるかなと思ったんですが、この場外戦で秋山が捕まりました。こうなると小橋が孤立だ。小橋と秋山が分断されました。15分は超えています。公式戦の14分49秒はすでに超えています。時間は無制限です。さあハンセンがパワーボムの体勢だが、飛ばし踏ん張ります。飛ばしを叩く叩く、左右から張って小股に挟んで、はいだ、おっとそのままこれはリバースになった。ドツコーナーには秋山はいません。秋山はいない。背後からハンセン丸め込んだ、丸め込まれた小橋、ない、こういうところにハンセンがその抑えに行く技の確さがないんですよね。あ、なるほど、今の何をやったかわからないんですよ。今のカバーもちょっと爪が甘い感じでした。今までにやっぱり力任せで勝利をしてきた、はい、こういうふうにね、きちんとやればいいんですよね、はい、さあ、その後のカバー、さあ、飛ばしが砕け散ってしまう、おーっと、危ない、危ない、ベイダーが頭を抱えました。しかし、依然として、前日の魂に、前日の意地、飛ばしと秋山、ピンチに変わりはありません。外国人チーム、7年ぶりの優勝はなるのか。一方、日本人チーム7年連続の優勝はあるのか。98世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦、大詰めです。乾杯だ。小橋危ない、もうやり放題やらせてますね。おっと、そうですね、小橋がやり放題。ちょっと秋山の様子が気になるんですが、あ、秋山はまだ青コーナーの下、
選手にお話を伺います。本当に厳しい優勝決定戦でした。厳しかったです。この秋山選手と初めて乗り込んだこの最強タッグ、見事優勝点した今の感想をお願いします。やっぱり彼と組んでね、結果を今日出したことが嬉しいです。続いて秋山選手にお話を伺います。初めてこの最強タッグのチャンピオンという栄冠を手にしました。もう僕の力は何もないです。小林さんと応援してくれたお客さんのおかげです。目に光るものが上がりましたけれども、本当に秋山選手にとっても欲しい欲しい最強タッグの優勝だったんですよね。はい、ありがとうございました。それでは今年最後の最強タッグを制しまして、来年に向けての抱負を一言ずついただきたいと思います。まず小橋選手、今年1年皆さんの声援に支えられて頑張ってくれました。来年も応援の方よろしくお願いします。続いて秋山選手です。来年も小林さんと一緒に爆笑します。見事優勝は小林秋山組でした。引き続きまして、トライアルより98世界最強タッグ決定戦表彰セレモニーを行います。関係各位はリングサイドにお集まりください。
1998年世界最強タッグ決定リーグ戦、小橋は個人では4度目、秋山純は初。この小橋秋山組の優勝で今幕を閉じようとしております。大トロフィーを手にしました。準優勝は敗れはしましたが、このシリーズを席巻しましたハンセン・ベイダー組であります。3連覇を狙った川田海江組は3位、そしてエースファン組が4位、注目を集めました三沢小川組は5位ということになりました。今小橋が高山と握手をしています。見事な優勝、そして99年も爆心するという力強い声が秋山から聞かれました。さてジャイアンツ馬場さん、この98世界最強タッグ決定リーグ戦全体を振り返っていただいていかがだったでしょうか。まあね、この優勝は小橋秋山のチームがやりましたけども、今年はやっぱりベイダーハンセン、そのエースランチームの新鮮さというものに随分こう魅力が出ましたよね。そうですね。それにまあオブライトにキマラ、キマラもそのオブライトとかで随分張り切ってやってましたしね、はい、非常に内容的には素晴らしかったんじゃないかと思いますね。実はこのシリーズの前に馬場さんが世界最強を決めるにふさわしいメンバーなんだという話をしてましたが、これはもう全国のプロレスファンの皆さんの期待にたがわぬ外国人チームの活躍だったんじゃないですか。アメリカの様子を見ても何にしても田植え、川田、小橋、秋山、ね、ベイダー、ハンセン、エースラン、こういったチームを見たらやっぱりこれはもう本当に世界の他の団体のプロレスの応援もつかないんじゃないかと思うんですね、はい、まさに世界最強を決める川島98年世界最強タッグ決定リーグ戦全8チームの激戦、小橋秋山組の優勝でした。そして99年に向かってもこのハンセン、ベイダー、エース、そしてパートガン、こういったあたりの外国人陣営も充実してまいりました全日本プロレス、本当に楽しみになってきました。98年世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦、解説ジャイアント馬場さんでした。どうも馬場さんありがとうございました。どうもありがとうございました。町田秀夫さんより記念盾が贈られます。続きましてデイリースポーツ賞はデイリースポーツ桑原哲郎様より小橋健太秋山純組に贈られます。続きましてサンケイスポーツ賞ゲイリーオブライトジャイアント熊田組にサンケイスポーツ森島義久様より記念盾が贈られます。続きましてスポーツ日本賞は川田俊明田上明組にスポーツ日本古川様より贈られます。続きまして週刊ファイト賞大森高尾高山義弘組、週刊ファイト榎本義弘様より記念盾が贈られます。続きまして内外タイムス賞ジョニーエースバートガン組に内外タイムス栗原様より記念盾が贈られます。続きましてレジャーニュース賞はヘッドハンター組にレジャーニュース田口健一様より記念盾が贈られます。これをもちまして98世界最強タッグ決定リーグ戦表彰式を終了いたします。本日は最後までのお観戦誠にありがとうございました。で日本プロレスが本日をもちましてコンテンツ全日程を終了いたしました。来年も必ずご声援よろしくお願いいたします。
本日は大変なお感染誠にありがとうございました。全国のレーザー本日をもちまして本年度全日程